どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。今日はですね、仕事道具をどんなの使ってますかっていうご質問をたまにいただくので、ちょうどこの後打ち合わせで外行くので、仕事道具一式、カバンの中身的なのをちょっとご紹介したいと思います。最低限本当にこれだけあったら漫画が描けますっていう感じの、イメージで見ていただければなと思います。本当にガチで作画ちゃんとやろうとすると、多分ね、タブレットとかのすごいちゃんとした設備が必要になってくると思うんですけど、僕の場合はそこまでじゃないので、その辺はちょっとご了承いただきたいなと思います。でまず、カバンなんですけど、基本はこれを使ってます。これはボッテガさんのやつですね。ボッテガベネタのアルコトートのなんかちょっと微妙な色、最初黒がいいかなと思ったんですけど、ちょっと黒だとちょっとビジネスマンっぽさがちょっと出ちゃうので、ビジネスマン働いてるからビジネスマンなんですけど、もうちょっとカジュアルな感じのこの色にしました。一応カバン2個使ってるんですけど、結構夏場で今の時期とか暑いんで、なんかめちゃくちゃ暑くて汗かくときに、ちょっと革のバッグをこう体にペトってなるじゃないですか。だからちょっと本当に暑い夏場は嫌だなと思って、夏用に買いました。これは、ジルサンダーですね。サイズは両方ともなんか無駄に大きいです。なんか後で中身紹介しますけど、なんか中身に対してかなり大きいんですけど、これは好みで、結構でかい。割と打ち合わせでなんかお土産とか資料とかもらうこともあるんで、それを何もらっても入れられるんで、スニーカーぐらいも入るんで、急にスニーカーもらっても大丈夫というアピールででっかいカバンを持ってます。で中身なんですけど、仕事の順番でいうとこれかな。 MacBook Air です。娘によってデコレーションされてますけど、これはだいぶもう昔の、いつ買ったいつ製品かも分かんないんですけど、なんで分かんないかっていうと、奥さんのお下がりだから分かんないっていう。奥さんが結婚する前に買って、本当に買った状態でなんか放置されてたのを、これかちょうだいみたいな感じでやってます。だからいまだにズームとか入ると奥さんの名前で出ちゃったりするんで、ちょっとどうかなと思うんで、ちょっともうちょっとしたら多分買い替えると思うんですけど。で何に使ってるかというと、調べ物をはじめ、いわゆるパソコンの使い方なんですけど、一番使ってるのはエバーノートで、エバーノートってあるじゃないですか、アプリ。エバーノートでテキストネームを書いてます。テキストネームっていうのはこういう感じで、なんか物語のセリフとか状況とか、そういうのをバーッと書くっていう工程がまずあるんですよ。で、それが終わった後に、いわゆるネームっていう下書きの下書きみたいなネームっていう作業に入るんですけど、一番最初はこの、僕は原作者の人でもいろんなやり方あると思うんですけど、僕の場合はこのテキストを書くことが一番多いので、で今はなんかその実は小説とかも書いてるんで、なんか来年出版予定なんですけど、どう考えてもスケジュール的に無理な気がするんですけど、なんか来年出版予定ですって決まっちゃったんで、なんか一応今書いてるんですけど、小説とかも基本エバーノートで書いてます。なんか正直エバーノートを気に入ってるとか、エバーノートじゃなきゃ嫌だっていうわけじゃ全然なくて、エバーノートめちゃくちゃフリーズするんですよね。なんか僕の基本的になんか僕全ての商品に対する僕の不満は僕の使い方が悪いっていうことだと思うんですけど、なんかフリーズしがちなんですよね。なので別にエバーノートじゃなきゃ嫌だってわけじゃないですけど、なんか本当に社会人の時からエバーノート使ってるんで、今見たら2014年から使ってるんで、もう何年 ?8 年使ってます、エバーノート。
で、まあ、あとはまあ当たり前っていうか普通ですけど、打ち合わせの内容をメモるとかですね。だから打ち合わせ中は基本的にこのパソ開いて、まあ、めっちゃ聞いてるふりしてますから、ね、でも本当基本メモ取んないんですよね。セリフとかはなんかその言い回しとかが無限にパターンあるじゃないですか。だからそのいい言い回しを忘れないようにメモります。だからその言い回しまで覚えられないじゃないですか。で、打ち合わせの内容とかはまあ正直大体覚えられるんで、なんかそんなにメモしないですよ。なんかで、タスクとかは基本的にマネージャーに LINE します。精度の高いリマインダーみたいな感じで、あれ議事録ってシステム本当無駄っすよね。なんか社会人の時ずっと議事録取らされてたけど、議事録こそ AI とかね、なんか AI まで全然いかなくてもその機械でできるじゃんって思っちゃうから、決まったことと次決めなきゃいけないことだけメモればいいんで、まあ大体打ち合わせ3行ぐらいですね、メモ取ったとして。まあ的な感じです。で、このノーパソ、あとは iPad Pro です。もうなんか iPad Pro のおかげで漫画家になれたと言っても過言ではないでしょう。これの前は実はそのボールペンにコピー用紙で書いてたんですけど、ボツになった企画書とか、僕アイデアいっぱい出すタイプだったんで、なんかコピー100案ぐらい考えて、で、打ち合わせの時って本当今思うと無駄なんですけど、100案考えたら100枚印刷しなきゃいけないんですよ。まあ、いけなくないですけど、こう打ち合わせの流れ上、まず1つ目、で次にこっちみたいな、で後でなんかこっちとこっち並べるとか、なんかそういう打ち合わせをするんで、1行を1枚に印刷とかしないといけないんですよ。広告の仕事、紙めっちゃ無駄に使うなっていう気はするんですけど、まあまあそういうので余った、ボツになったコピーの裏紙とかそういうの使って最初漫画描いてたんで、で会社辞めて独立して秋とか冬ぐらい、涼しくなってきたぐらいだったと思うんですけど、その頃に iPad 買いました。一応そのまあボールペンのアナログの作画から iPad に移行するので、なんかでデジタルで書くっていうのがまず一回もなかったんで、その慣れるのに時間かかるなと思ってたんですけど、本当に1日ぐらいで慣れました。だから iPad めちゃくちゃ使いやすい。と iPad で使ってるのはなんかこれもなんかもう擦り込みでそれ使ってるって感じなんですけど、メディバンですね。メディバンペイントっていうのを使ってます。メディバンってこういう感じですね。このちょっとなんでこのページなんだって感じですけど、まあこういう感じで、まあフォトショーみたいな感じでこうレイヤー分かれてるんですけど、まあこれもだからまあ iPad とメディバンペイントがあったおかげで漫画家になれたって感じですね。メディバンペイントはあれです、無料です。なんか有料のなんかもあるのかもしれないけど、僕は無料で十分使えてます。で、iPad はもう基本それだけですね。あと Kindle 読むぐらいですね、iPad は。他はなんか本当に調べ物さえも使わないっていうか。まあだから、あと LINE でに、作画の人から送られてきた原稿を見るとかですかね。基本的に原作者として作画の先生と編集とやり取りするのは全部 LINE なんで、どこの出版社も全部 LINE ですね。で、LINE でやってて、上がってきた原稿を、まあ、大きい方がいいんで、これで見るっていう感じ。で、もう、ほぼこの2つです。で、あとは、まあ、マスクとか、あと一応、まあ、今の時期、扇子。一応、なんか、扇子入れてるんですけど、ぐらいですかね。本当に、持ち物としては、まあ、財布っていうか、マネークリップっていう多分商品カテゴリーになると思うんですけど、財布現金ほぼ持たないんで、小銭はなんかもうポケットに入れといて、なんか家帰ってきたらなんかそのカンカンにバーって入れるみたいな感じ。一応奥さんが持ってるバッグとお揃いの柄みたいなやつを使ってます。でも こんななんかもうみっちみちになっちゃってるんで、ちょっともうかっこよくはないんですけど、これもうなんか外出するときにいつもこれ忘れちゃって、結局スマホで決済できるところでしかなんか活動できなくなるっていう。
で、あとは、まあ、打ち合わせ行くときとかはほとんど聞かないんですけど、タクシーで移動するんで聞かないんですけど、まあ、一応その仕事の必需品っていう意味では、iPad、なんだっけこれ、AirPods。AirPods はもうなんか家に4台ぐらいあって、結構なくしたりどっかに忘れてきちゃったりするんで、で、なくなると、音楽聴きながら散歩するっていうのがもうルーティンになっちゃってるんで、それがないと仕事がマジで止まっちゃうんで、それが怖くてなんか買い足し買い足しってやったら今4つぐらいなんか家にあります。なんかね、本当はなんかAirPods ケースとかかっこいいの欲しいなとか、なんかボッテガとかでも出てるんで、なんかちょっとたまに欲しくなるんですけど、ただ絶対AirPods もうなくすんで、なくすって意味で消耗品なんで、なんかちょっとケースごとなくしたらちょっと泣いちゃうから。質問で、iPhone ケース何使ってますかっていうすごいニッチな質問この前もらったんですけど、で答えられてなかったんですけど、僕基本的にケースつけない派ですね。この AirPods みたいにパソコンもケースつけてないし、なんかねケースとか選び始めると無限にあるから、なんかえわいみたいな感じになってます。まあ、基本的になんかその性格上、その物が多いとちょっと嫌になっちゃう人なんで、まあ今散々結構いろいろ紹介したんですけど、手ぶらで済むときは手ぶらで行きますね。打ち合わせとか週刊連載の連載の打ち合わせとかは、基本的にやっぱりすごい込み入った話をするんで、パソコン持ってってバーってメモしますけど、それ以外のなんか広告案件とかだったら大体もうなんかそんなにないんで、ぶっちゃけ広告案件とかの打ち合わせはスマホでもう十分なんですよ。だからまあそういう時はまあスマホで行っちゃうんですけど、ただなんか初めてのお客さんとかはちょっと見え方的にいきなりこう来てスマホでメモしてるだけって、なんかやっぱなんかちょっと会社員時代からするとちょっと失礼だなって気はするんで、一応こうそういう時はパソコンを開いて、まあ、メモしたりしますけど、なんかメモぐらいもうスマホで全部いいよってもうそういう時代だと思うんですけど、まあまあ一応その会社員の時のそういう経験から一応パソコンを開いたりもします。なんかでも基本的になんかその会社行くの好きなんですよ、人んちの会社。だからなんか行ったことない会社だと、あちょっと行きたいですとか言って行ったりしますけどね。日本中の全ての出版社に行ってみたいっていうのがあって、漫画家って担当つくっていうシステムがあるんですけど、まあ多分バックマンとかで知ってると思うんですけど、集英社、小学館、講談社、角川、そのダイヤモンド社、実はポプラ社とかも大和消防さん、なんかまあまあそんな感じで、なんかその逆にその今編集ついてない、全く付き合いない、付き合いゼロっていうところの方が少ないんですけど、ただなんか皆さん気使ってこっち、なんか私の住んでる方に来てくださるんで、なんか結構会社行く機会って意外となくて、個人的にはそのせっかくなんかいろんな出版社さんとお付き合いあるんで、なんか出版社は一通り回ってみたいなみたいな気はしてます。まああとそんなもんすかね。なんかまあ仕事道具で言うと、まあ一番はやっぱスマホですね。今ちょっとスマホで撮ってるんであれですけど、まあスマホでなんかその結構背景写真とかも自分でそのスマホで適当に撮ったやつ使ってるんで、あとなんか意外と原作者としてネームをお渡しするときにもなんか作画の先生の方が忙しいんで、その自分で撮りに行った写真をまあ、まとめてバーッと送ったりとかしたり、でもそれもなんか全部カメラとかじゃなくて全部スマホでやっちゃってるんで、 iPhone ですけど、 iPhone でやっちゃってるんで、まあ割と iPhone もないと仕事になんない系ですね。だから本当に割とその辺の大学生と同じぐらいの装備っすね。 iPhone、 MacBook Air、 iPad Pro っていう感じの、まあ基本この3つがあれば大体なんとかなるっていう感じですね。割とそのなんかたまに缶詰っていうなんか作家がこう締め切りまでこうなんかホテルとかにこう閉じ込められるのを缶詰っていうんですけど、まあたまに缶詰するときに持っていくのはその今挙げた3つぐらいですね。まああと充電コードとか、
だ割と本当にあの手軽な感じであの仕事をさせていただいてます。まあそんな感じで今日はあの漫画家のカバンの中身というか、なんか自分が仕事で使ってるものたちをご紹介させていただきました。じゃあ、打ち合わせ行ってきます。お疲れ様です。